はい、お疲れ様です。 AFK ジャーニーやっていきたいと思います。今日はですね、シンドバッドをミラクルまでね育つことができましたので、今回はシンドバッドのキャラ評価と、幻影の息ですね、そこで使ってみた使用感についてセキララに解説していきたいと思います。で、まずその前にですね、10日ぐらい前にナーラのね解説動画上げたんですけど、結構ね見てくださってありがとうございます。なんですが、これね、あの必殺技のとこね、ブラッディエクセキューションなんですけど、これあの前回の動画のところのスクショを出しておきますけど、この青文字がね追加されてます、しれっと。はい、これ何かっつうとね、必殺技強度1ポイントにつき、そのスキルの該当ステータスの上昇割合ということで、ダメージが上がるんですけど、このね必殺技強度のポイントっていうのをどうやって上げるかがちょっと不明なんですが、まあ、いずれにしてもですね、前回の動画の内容に比べるとこういう青文字がついてますね。性能自体が変わっているのか、それともただ単に表記が忘れたのか、それは分かりませんけど、ちょっとね変わってますということです。で、この青文字が今回のシンドバッドにも入っているので、まあそこで気づいたんですけど、まあそういうことですね。なのでしれっとそこがね、追加されてました。これも同じで、必殺技強度1ポイントにつきっていう風に書いてあって、そのね必殺技強度1ポイントってっていうのは分かんなくて、多分ねここのクリティカル増幅ってやつだと思うんですけど、今のところゼロなので、まあ何らかのコンテンツで上げていくんだと思うんですが、まあそこでね火力が増減する可能性がありますということですね。はい、でまずシンドバッド海外サイトのティアを見ていきましょうか。まあこんな感じになってますね。 AFK ステージが B、PVP が S の幻影が S ですね。はい、どうでしょうかね。まあ個人的的にはですね、今回幻影の息で使ってみて、まあ幻影の息ってボスが8体ぐらいいるんで、まあ結局そのボス全てには試せてないので分かりませんが、 S かどうかちょっと微妙かなって思ってますね。もうちょい落ちるんじゃないかなと思ってますが、PVP に関してはですね、今検証途中ではあるんですけど、結構いい感じかなと思いますので、次回動画ねまとめたいと思います。 AFK ステージ B はそうですね、まあ AFK ステージで敵が強いので、シンドバッドの弱点の一つはもう耐久が神っぺらなんですよね。まあシルビナみたいなもんなんで、結局ですね突っ込んでいってまとまりの中に入ると多方向から火力を受けて即死する可能性が非常に高いんですよね。だから AFK ステージとか、まあボス戦もそうなんですけど、最初ね6秒耐えるのが非常に重要なんですけど、それを迎える間に撃沈するというようなことが起きますので、ある程度ですねシンドバッドの耐久をサポートするような編成っていうのも考える必要があるかなと思ってます。まあただまあ個人的にはね PVP は可能性があると思っていて、幻影の息はねちょっと今回検証動画出しますけど、ちょっと微妙かなと思いますので、その辺もね、見ていただけるといいかなと思います。はい、でまず、シンドバッドなんですけど、火力面から見ていきましょうか。必殺技フライングエッジが、特徴としてはですね、全スキルがまあ通常攻撃、まあ通常攻撃で火力を出すというような感じなんですけど、このアクティブ効果が3秒間ですね、この時に可能な限り敵を攻撃する、1回につき 100% プラス、この 15% のダメージを与えて、終了時に再度 240% のダメージを与えると。でレベル5になると1回ごとのダメージがさらに少し上がって、最後の一撃のダメージも上がりますということなんですけど、この必殺技の特徴はですね、この3秒間ですね、かなり攻撃回数を稼ぐことができると。それは攻撃速度もしくは速度を何らかの方法で上げることによって、この3秒間ですね、非常に攻撃回数多くダメージを出すことができるということで、まあこれ海外サイトでも言われてましたけれども、結構ですねダメージディーラーとしても強くなっていくと。まあその条件として、まあミラクルプラス、ぐらいかな、あと専用武器も15かな、それぐらい積ませる必要があるんですけど、ミラクルプラスになると覚醒の力で人戦の一撃で侵略者または守護者を攻撃時、そのダメージがプラス 140% になるということですので、結構火力が上がりますので、シンドバッドで火力を出すということを考えると、ミラクルプラスまでの育成がですね先が長いんですが、必要になってくるということになりますね。で、人戦の一撃っていうのが、シンドバッドが相当の刀を振り回し、対象に 210% プラス 20% のダメージを2回与えると。クールダウンが4秒ですので、
通常攻撃の最中に4秒に1回はこれをやってくれるということだと思います。で1回ごとのダメージがレベル4で240プラス 20% ですので、まあ攻撃速度と速度を調整することによって非常にですね攻撃回数が多く、一発のダメージはそこまででもないと思うんですけど、とにかく攻撃回数でトータルのダメージを上げていくというような、火力の出し方ですね。はい、まあちょっと自分はまだ試せてませんけども、海外サイトだとこの辺もですね有用だというような意見もありましたね。でシンドバッドで一番有用と思われていたのがこの戦場索敵、まあデバフですよね。この特徴をもう一回見ていくんですが、戦闘開始から6秒後シンドバッドは味方サイドの後方へジャンプした後に戦場情報の収集を開始、合計4ダメが最も多い敵を侵略者、合計火ダメが最も多い敵を守護者として30秒間マーキングします。はい、これどういうことかというと、戦闘開始して、まあ、シンドバットねこう動き出すんですけど、6秒経ったら後ろにジャンプして情報収集を開始すると。で情報収集をした後に侵略者と守護者が決定されて30秒間ですね、そのデバフがいきます。この30秒間というのはその間にシンドバットがやられてしまっても継続しますので、シンドバットの一番重要な点は6秒間耐えるということですね。6秒以内にやられるとこのデバフが発動せず何もせずに終わったということになりますので、結構ね最初の配置は後ろの方でいいんじゃないかなと思いますね。うん、でなるべくサポートして6秒間とりあえず耐えて、30秒間の1サイクル目の、デバフを守護者侵略者の両方に与えるということがまず重要ですね。でマーキングが終わると、順次対象の前まで突進していって特殊攻撃を放って120%プラス 10% のダメージ4回与えて、マーキング効果が切れるまで、侵略者の攻撃力がマイナス 45%、 守護者の被ダメージがプラス 25%、そしてシンドバットはマーキング効果が切れるまたは侵略者守護者が両方とも、いなくなった場合に再度、情報収集を開始すると。で情報収集中はスーパーアーマー状態ですということなんで、まあとにかくですね強い使い方としてはこの30秒間のクールをですねなるべく多く使うということで、シンドバットにはですね生きながらえてもらわないといけないということになりますよね。はい、ここがね非常に難しいですね。で、ちょっと残念なのが対象がボスの場合は効果が 20% にダウンしてしまうということなので、これがね少し弱いんですよね。まあもちろんこのデバフの効果がそのままねボスに適用されちゃったらめちゃくちゃ強くなっちゃうと思うので、20% にダウンなんですけど、ちょっと弱いかなっていう印象があります。まあただこのレベル4になると侵略者の攻撃力マイナス 60%、 守護者の被ダメージプラス 40% っていうのはめちゃくちゃ強くて、まあこの点がですね PVP だと強いよっていうのがまあ言われているところですね。まあそりゃそうですよね。原因の域だとこれ効果がね攻撃力って言ったら3分の1だし、被ダメージもね半分ですから、まあそりゃそうなんですよね。シンドバットの、このデバフの効果がだいぶ軽減されていますので、本領発揮できるとしたらまあ PVP だっていうのは非常にね話がわかるかなと思います。でテンプがですね攻撃速度になっていて、これはですねシンドバット使う場合はレベル3まで必要かなと思います。先ほど言ったように必殺技の火力ですよね、あそこで、攻撃回数っていうのは非常に重要になりますので、攻撃速度をね、自分のテンプで上げられるっていうのは非常にいいかなと思いますので、ここはぜひねレベル3まで上げる必要があるということになります。はい、そして一番重要なのが専用武器だと思ってますね。これ大事なんでちょっと見ていくと、ミシックプラスで専用武器が解放されると、情報分析レベルが上がります。侵略者が与えたダメージの主なダメージソースと守護者の被ダメージに対する主な対処方法を分析します。侵略者が与えたダメージの主なダメージソースが通常攻撃だった場合は、攻撃速度をマイナス60して要は火力を落とすと。一方で必殺技で火力を出すような場合ですよね、そういう場合っていうのは SP 回復効率を下げることによって必殺技の回数が減って火力が下がるというような、デバフがつくということになります。さらに守護者に対しては被ダメージに対する対処方法ですよね、HP 回復をするのか、それとも防御力が硬いのかっていうところを大雑把に分けて、回復するタイプであれば治癒をマイナス60、そして防御が硬いんであれば、物理魔法防御をマイナス 30% するということですので、まあ、これは強いですよね。でこれはね幻影の域っていうかボス戦で減少するとは書いていないので、これはそのままねかかるんじゃないかなと思うんですよね。多分ねしれっと 20% になるのかもしれないけど、ちょっと運営さんに確認してみようかなとは思います。
ります。で、プラス5になると先ほどのデバフが、数値が上がります。攻撃速度マイナス80、 SP 回復マイナス80、治癒マイナス80の防御がマイナス 40% ということで、だいぶですね効果が上がるので、これ強いんですよ。でさらにレベル10になるとここも強くて、ただこれはね2回目の情報分析をしないといけないので、30秒間の1クールが終わった後ですね、シンドバッドある程度ね流れてくれないとこれが発動しないということですけど、2回目発動した時に再度侵略者と守護者が同じだった場合に、侵略者の攻撃力マイナス 20%、 守護者の被ダメージプラス 10% ということで、これ多分ね追加でこれがされるのかなって個人的には思ってますね。多分ねこれが強いのがやはり単体なんでボスですよね。ボスはまあ1分以上ね生きてるんで、シンドバッドがおのずとワンクールを超えて生きていれば2回目のね情報収集の時に同じね対象に入りますので、そこでこれが追加されるということだと思うんですよね。ボス戦に対してはこの効果が発動しないとかは書いていないので、発動しているのかなっていう感じではあるんだけど、使ってみた感じはねそんな感じもしなかったから、ちょっとこれ運営さんにね確認しています。ワンチャンこれもし情報修正するんであればね、バグとか起きててほしいなってちょっと個人的には思ってますね。はい、まあそんな感じなのが一応シンドバッドですね。まあ性能としては非常に分かりやすいかなと思います。デバフの効果でどれぐらいですねダメージが稼げるかっていうことなんですけど、一番ね主戦力として使えるのは PVP ですね。はい、そして次に、ゲーの域でどれぐらい使えるかっていうところを、今回ね検討してみましたので、ちょっとねその辺をね見ていただきたいなと思います。はい、で今回ね検証したのはこのオルグですね、幻影の域本日のボスですけど、まあこのボスは近距離で射程2で殴ってくるような、で範囲攻撃もある程度してくるようなボスなんで、まあうまく立ち回れればですね、シンドバッドのデバフをね継続的に与えて火力は伸ばせるんじゃないかなと思いまして、ちょっとやってみました。まあもちろんですね他のボスに対しては検証できていないので、幻影の域でですねシンドバッドどれぐらい使えるかに関してはねまだ検討は必要なんですけど、一つのね例としてちょっと見ていただきたいなと思います。で一番ねダメージ出せたのがトーラン、アクモン、ココ、メイ、アド、まあ、シンドバッドなしパーティーなんですけど、まあ、これをまずざっと流しましょうか。でこの編成でいくとですね全員生きながらえて、最終的にはねまあ今29位ですけど、それぐらいのダメージは出せたというところなんですが、ここの中にねシンドバッドどこに入れるかっていう話なんですよね。最初ねココに変えたんですけど、その場合はマジで耐久もろくて瞬殺でやられました。はい、瞬殺っていうか6秒は耐えたけど、30秒以内にやられて2回目のですねデバフを撒くことなく終了し、火力全然伸びませんでしたっていうところでした。でメイとアドをどっちかと交換すると逆にね火力が伸びなかったので、まあこのボスを倒すときは、ダメージディーラーとしては、自分の場合はですけどメイとアド両方必要だなというところでした。あとは、トーランで耐久と、ココのサポート、そして悪門の回復なんですけど、やはりね悪門の回復力もねまあまあ優秀だったので、変えるとしたらトーランかなと思ってトーランに変えてやったというところですね。はい、でこれがココの代わりにシンドバッド同じところにただ入れただけです。どうなるかっていうと、はい、今ね情報収集して、はい、つきましたよねデバフが。でここで30秒間が始まるんですけど、ご覧の通り突っ込んでってますよね、目の前で戦ってますよね。はい、でこれでそのうちやられるんですよ。これ見ててもらうと、はい、ここで、はい、ダメージを受けて、はい、やられました。これ30秒以内にやられているので、今デバフ継続していますけど、これがですね30秒経つと切れてしまう。これ早送りでいきますけど、なんでシンドバッドをですねいかに生かすかですね、まあ生かし方の一つとしては、まあ、ターゲットを変えることができればいいとは思うんですけど、シンドバッド突っ込んでいくんでおのずとですねシンドバッドに殴られてしまうと、タゲが集まってしまうっていうのは避けられないと思いますので、やはりシールドとか回復を多めに当てるっていうねちょっとめんどくさいんですけど、それをしないといけないですね。だから逆に言うと個々のですね12秒間ダメージを後回しにしてシールドも貼れるっていう効果ですよね。個々とシンドバッド両方出すことによってシンドバッドも生きながらえられるということがありましたので、この次にちょっとそれ見せたいと思います。はい、じゃあこれはですね、はい、こんな感じでココ残してトーランをね引きました。はい、トーランを引くとどうなるかっていうと、はい、デバフがかかります。そしてまあ目の前でねシンドバッド殴ってますけど、ここでココの、はい、アルティメットね入りまして、ここで
かなり耐久が上がります。あと12秒間の間ダメージをですね先延ばしにして、この時マイナス 45% かな、火力火ダメがねダウンされているのと、シンドバットがねこの間に与えたダメージ分7秒間のシールドがですね、ここのアルティメットが切れた後にかかります。はい、これね、うん、これで結構シンドバット耐久が上がります。これで悪紋で回復したりなんだりして、ここをねなんとか生きながらえて2回目のねデバフに行きたいというところになります。でさっきの専用武器の効果で同じ敵に、はい、今ね、後ろに飛んでいるかな、後ろに飛んだか、はい、で2回目の今デバフかかってますよね、うん、でまあさっきの専用武器の効果で2回目にかかるとさらにデバフの効果が追加されるんだと思うんですけど、それがねもしされているんであればこっからねダメージ稼げるはずっていうか、それを期待しますよね。ただねそれがうまく起きていないので、もしかするとどうなんだろうね、 20% 固定なのかな、あれ追加でされてないんだったらちょっと痛いなと思ってるので、どうだろうね、結構これねダメージ伸びていいはずなんですけどね、このデバフ、これ今2往復目のデバフですから、これね3回目まで行くんですよね。だからね結構なデバフがかかっていて、アドとメイも同じでね生きて、はい、これ2回目切れて、これ3回目ね今入ってますから生きてるんで、結構ダメージ来るはずなんだけど、そうするとこのデバフ自体が弱いのかっていうことになるんですけど、まあマイナス 20% ですからね、まあ専用武器の効果がもしかするとボスには追加されないのかなっていう可能性ももしかしてあるかなとちょっと思ってますけど、まあいずれにしてもですね他のボスでも試してみないとはわからないんですけど、シンドバットを簡単に入れればダメージが伸びるっていうことはね全くなかったかなっていうのが残念ながら個人的な印象になりますね。はい、ということで今回はですねシンドバットの、キャラ評価と幻影の域で使えるのかということでちょっとね検討させて解説させていただきましたけど、今後もですねシンドバットに関しては PVP で主にですねちょっと検討してみたいなと思ってますので、ぜひねそちらも動画ね見ていただけるといいかなと思います。まあ1体はね覚悟していてもいいんじゃないかなと思うんですよね。やっぱりね6秒間耐えた時のデバフが30秒間つくっていうのはまあ使えなくはないので、まあ1体持ってるっていうのはありなのかなと個人的には思ってますけどね。はい、ぜひねその辺も、皆さんの意見をね聞かせていただけるといいかなと思います。はい、ということで今日はねこんなところで終わりたいと思います。このチャンネルではですね引き続き AFK ジャーニーいろいろね動画上げていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではおはようございます。